今回は簡単にできる人参のピリ辛炒めの作り方を紹介します。炒めた人参の甘みと唐辛子の辛みが合わさり、人参だけなのに癖になるうまさです。あと一品欲しいなんて時におすすめですよ。それでは作っていきましょう。人参はピーラーを使い薄切りにしていきます。皮も栄養がたっぷりなので抵抗がなければそのまま使います。これを1本丸ごと使うので全部ピーラーで削っていきます。包丁を使わないので簡単に作れます。材料は人参1本、生姜小さじ1と白ごま大さじ1です。鍋をよく温め、大さじ1の油を入れます。油を鍋に混ぜましたら、生姜と豆板醤小さじ山盛り1杯を入れ、弱火で炒めます。生姜が油でパチパチと弾けてきたら、この上に豆板醤を入れ、油で溶いていくようにして炒めます。豆板醤が油と馴染んできたら、弱火にして炒め、人参を加えていきます。くらい炒めたら、紹興酒または酒を大さじ1を、まろやかから香りが出るようにしています。醤油大さじ1も同じようにしています。水を80cc 入れます。砂糖を小さじ1と味の素を少量入れます。汁を人参に合わせるようにして炒めていきます。汁がこのくらいまでなくなってきたら OK です。最後にごま油を少量入れ香りをつけます。もう一度全体を炒め合わせたら完成です。さらに盛り付けます。仕上げにごまを振りかければ出来上がりです。お手軽で簡単に作るので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。